あれだけ重症だったのに、目が覚めたらすぐ食事をせがむなんてあざましい。食らうがいいわ。恐怖技！おいしいでしょ。死ぬかと思ったわ。うまかったけど。出来たて。いえ、ふかしたてよ。なんだよその決め顔。犬塚なら出て行ったぞ。マジか。お疲れ様です。こんにちは。お疲れさん。あ、すいません、ごめんなさい。あのね、トラブルで工事が遅れてるの。この先まだ工事中なんです。積み荷が下ろせないの。かわいい。おー、エル。すまなかったな、エル8号。お前までげんこつ食らわせて。多分心の中でいろいろ文句垂れてるんやと思います。お詫びにジュースを盛るよ。じゃあうちコーラ。お前は違う。あら、私今密室に男子と二人きり。あのさで、あのさ庶民的な触り心地、トラビアン。カーテンマニュアの私もうなっちゃいますわ。すげえ可愛いけど、すげえ変な子だ。ユイ、やってみるか。え、私？でも歌そんなに上手くないし、私で務まるかどうかわかんないっていうか。じゃあいいや。ごめん、嘘。歌いたいです。お疲れ。お疲れ様です。ちょっと待った。わかんな。ささストン、遅れてすみません。さてどうすっかね、このワンパク。このスタイルが一番安全かな。またさかな、好きに遊んでいいぞ。だな、この作戦はいかん。うわ、あずさ、ダメだ、戻って。無理無理。うわぴょぴょノロノロ。うほうほう。どうなってんのこの公園。ほんとごめん、憧れるようなやつじゃなくて。今まで鈴たちが勝手に盛り上がっちゃって言い出しにくかったんですね。鈴でもそんなとこが大好きだ。すみませんでした。ふざけるんじゃないわよ。先輩のそんな普通サイズの心がありがて。でもそんなところが大好き。お兄ちゃん、今日はオムライスとバナナクレープが真冬のおすすめだよ。あ、でもイチゴとラズベリーの杏仁豆腐もいいな。お兄ちゃん、バナナクレープおすすめなの。バナナクレープ、やっぱバナナクレープ食べたいな。はい、ありがとなの。よかった、目が覚めたんですね。すみません、ちょっと寒気がするから温かいものが欲しいかも。どうです
暖かいですか？ひなちゃん、また来ますからね。待っててください。ごめんユキ、ちょっと噛んでいい？服の上から軽くだから。ジオスの…違う、じゃあ失礼します。マチさん、せーの。なんかかわいい。シャー。あ、何やってるの？白蛇様に噛まれるとどんな病気もの。本物ならね。ひまり、カジ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 。あ、カジ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 。次のページ。カジ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 カ。ビヤー。あ、ドラゴンに噛まれるとどんな病気も治る。だから本物じゃないと。ハチス水菜でございます。ヒロミミの麗しき幼女よ、お兄さんと遊ぼうか。何、ただの怪しい人なのですよ。何気をつく触ってやがるです。ほい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 。甘い、ナタガラスの卵みたい。猫、僕が今から言う文章を復唱しろ。斜め77度の並びで、泣く泣くいななく七半七台、難なく並べて長眺め。にゃにゃめ77度の並びで、にゃくにゃくいななく七半七台、にゃんにゃく並べてにゃがにゃがめ。かわいい。本当にパジャマなのか？かわいい。にゃーんって言ってみて。断る。なぜそんなことをしなくてはならない。にゃーん。にゃ、にゃーん。ラウラー、かわいい。ボス。お、なんか二人揃って面白いっていうか、かわいいな。かわいい。でもイズナタンギャップ萌え、プラス1050ポイント。ハゲザルのくせにジージよりうめえです。もっとやれです。ユイ、お前何にも分かってない。ミオを見てみろ。黒のストッキング、純白のエプロン、そしてメイドカチューシャ。萌え萌え。お前何いきなり大声出してんだよ。今日ジャンプの発売日じゃん。お願いお兄ちゃん、コンビニで買ってきて。え、やだよ。やだ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 、今日見たい、今すぐ見たい。お願いお兄ちゃん。ダメだ。にゃー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 。アオバ、アオバ、寝袋あるんならそっちで寝な。じゃーん、クマさん寝袋。誰かに見られてるようで落ち着かない。ヤガミさん、寝れません。俺、回収やりたいな。ガオーなんて、どうかな。やれやれ。んがーんがー。からステレオチックに俺を責める君ら誰よ。バカな、この世にもメイド服が存在するっていうのか。
メイドは俺にとって奥ゆかしさの体現のイメージそのものだったが、俺のキャパシティなめんなよ。二人まとめて妄想の餌食だぜ。シャッカシャッカネパレ、あいつはないな。あ、そんな夏彦さん、そこまで腐ってるなんて。腐ってるのお前の脳みそだから。あれ、三人とも何作ってるの？あ、はい、 OVA